最後の、曲になりました、こちらはあれですね、まあこのね、反応、あとアダム、私の母方の、実家が、アダムでして、コッシーなんですけど、なので、ちょっとね、この辺りに、ね、里親の私への思いがあって、なんていうかな、このふるさとっていうね、曲を耳にすると、思い描く風景の一つでもあります。はい、そうですね、こちらは、コーラスも入っているので、出演者の皆様、前の方へお願いします。ふるさと、はい、こちらを、フルコーラスで参りたいと思います。最初は、前奏が入りまして、そこから本編になります。Thank you.
ます。以上をもちまして、長野塾物語10章すべて演目が終わりました。どうもありがとうございます。主催の方から、最後に一言言わせていただきます。構想